こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は JR 西日本青野原駅を見ていきます。動画の前半は地図のパート、後半は実際の映像がありますので、概要欄にチパターがありますので、お好きなところから再生をお願いします。それでは地図を見ていくことにしましょう。今回見ていくのは JR 西日本香川線青野原駅です。所在地は兵庫県小野市福井町あざ十郎になります。駅の周辺はね、地図を見ても分かります通り、畑のマークがね、非常に多いんで、のどかな地域と言って良いでしょう。しかし、駅前から道路沿いにかけて、加古川沿いにかけては、建物も比較的多いようですね。で、青野ヶ原という名前でね、私がピンとくるのは、ちょうどこの加古川線の西側にね、陸上自衛隊の青野ヶ原演習場があります。山の中に非常に広大な敷地を取っておりまして、この北側には駐屯地もあるようです。この演習場に関しては、第二次世界大戦中は旧陸軍の演習場でもあったようなので、この近くにあります青野ヶ原駅からは物資輸送なんかも行われたという話です。それでは古い写真を見ていきます。こちらが地図、1961年から69年の写真となっております。地図の中心部、青野ヶ原駅、確かに写っております。開業したのは1913年、大正2年になります。播州鉄道が国兼駅、現在の薬神駅から西脇駅まで開業した際に途中駅として開業しました。開業当初は大門口駅という名前であったようです。この大門という名前なんですけども、実は近くに地名がありまして、ちょうどこの加古川のね、対岸に大門という地域があります。こちらが加古川の水運で昔にぎわっていたところとなっていたようで、そのことから大門口駅という名前になっていたんでしょうね。そして1923年、大正10年に播州鉄道から播炭鉄道に変わりまして、1943年、昭和18年に国有化され加古川線となります。このタイミングで青野ヶ原駅という名前になったようですね。こちらが1974年から78年の写真。こちらが1979年から83年、84年から86年と、駅の周辺の様子はあまりこう昔から変わらないような感じなんですが、実は次の2009年になりますと、こちら、駅舎の方が新しくなっております。2004年、平成16年に駅舎の改築があったようです。ちょうど加古川線が電化されたタイミングで駅舎が新しくなったような感じですね。昔の駅舎はこちらになります。こちらが新しい駅舎になります。で、2012年、2018年とあまり雰囲気は周辺も変わってないようですね。それでは実際の映像をご覧ください。それでは実際の映像となります。JR 西日本青野ヶ原駅です。まずは駅前からなんですけども、広場になっています。昔の広場そのまま残っている感じなんでしょうかね。左手には駅舎が見えますけども、正面歩いていくと車を止めるスペースがあります。こちらが車を止めるスペースになっているんですけども、昔の駅舎はこの辺りにあったようで、その隣にね、新しい駅舎を建て替えたという形になっているようです。それでは駅舎の方を見ていくことにしましょう。正面に見えるのは改札口になります。なかなか広い空間となっていますね。券売機と IC の簡易改札があります。で、この券売機なんですけども、今となっては古い感じがしてきましたね。IC カードをチャージするときに差し込まないといけないんでね、最近ちょっとこういうの不便かなと思い始めてきました。そしてこちらには時刻表がありますが、まあ、加古川線、この辺りのダイヤは1時間に1本となっています。まあ、少し寂しい感じもしますね。それでは待合スペースの方に入っていくことにしましょう。こちらの待合スペース、なかなか広いスペースとなっています。木のテーブルと椅子がありましてね、絵も飾ってあって、いい空間ですよね。温かみがある空間となっています。エアコンもしっかりあるようなのでね、まあ寒い時、暑い時、快適に過ごせるのではないでしょうか。正面にはトイレもありまして、ちゃんと清掃されていました。それではホームに入っていくことにしましょう。改札くぐって直接ホームとなります。かさ上げしているのか階段がありますが、ここを上ってホームの構造は一面一線の防線状の駅となっています。
まあ、防線上の駅なので上りも下りもこのホームに列車が着きます。青野ヶ原駅、現在は一面一線の構造となっていますが、ご覧のように正面に石垣が見えますよね。こちらは昔のホームの跡となっています。昔は対面式ホーム2面2線の構造となっていたようで、線路は剥がされていますが、ホームの跡はまだ残っていますね。使われていないホームがまだまだ長く続きますが、左手にね、公園と自転車置き場が見えると思うんですけど、こういうスペースって昔何かあったんだろうなと思って調べてみると、貨物の側線がね、この公園や自転車置き場のあたりにあったようですね。それでは今回の動画は JR 西日本加古川線青野ヶ原駅を見てきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。